小崎さんに今日プレクション弾いてもらったんですけれども、はいはい、今日の印象は、そうですね、だいぶそのまあアンプのキャラクターをマーシャルにするじゃなくてマーシャルに寄せるみたいなイメージですかね、どっちかというと。そうだよね、あの音自体少し専用された感じで、はい、あ、まあどんなギターでもどんなアンプでもマーシャルっぽさがこう空気感として出るような音になりますよね。はい、うん、だからその今まで散々こうやっぱ現場であるアンプとかあのライブハウスに常設してるものを使ったりとかしてる時にこうプレキシ系ペダルみたいなプリアンプ系みたいなこういろんなものを使ったんですけど、まあどれもこうちょっとなんていうんですかね、硬さがすごいうんって思うことが多かったんですね、僕自身の、まあ、セッティングもあるとは思うんですけど、でそれが見事に解消されてるというか、あのアンプっぽさっていうのをしっかりエフェクターが持ってくれてるのがだいぶ好印象な。そうだよね、僕も今聞いてて、あなんていうのかな、マーシャルサウンドってその芯のところをすごく強調しがちなんだけれども、あえてそこの芯を外してその周辺で厚みを作って空気感を出してマーシャルのなんていうかな、そういう音圧感というかあの圧を出してくる、だから耳障りが悪くない、かえってすごく気持ちがいいっていうようなあのペダルに仕上がってると思いますよね。そうですね、あとは今はオーバードライブセッティングで原因が12時ぐらい使ってるんですけど、これ元々のね、売り出し方はファズのお供にみたいな、うんうん、で僕は普段結構ファズを使うことが多いので、はい、まあ、そのこれロッシュペダルズさんなんですけど、ロッシュペダルズさんの、スマグフェイスっていうゲルマニウムのファズを、はい、あの今メインで使ってるんですけど、はい、それと使ったらまたちょっと ね、 そうだね、違う、そう、世界観が出るね。そうですね、それがすごく楽しみですね。さすがロシペダルさん、さすがもう耳の良さが、はい、まあ、ビルダーさん、まあ、それぞれいてて、その言ったらその人の捉えるマーシャルの音、はい、その人の捉えるフェンダーの音っていうのがあのその人の作るエフェクターに全部現れてるっていうので、そのどれが正解とかはないんですけど、うん、僕はその今のところロシペダルさん の、 あのペダルを一通り使わせていただいて、あのどれも自分の耳に合ってるなというか感性に合ってるなっていう感じ で、 そうですよね、はい、完成度が高いよねやっぱり。そうですね、あのまあ正直舶来品が好きっていうので、まああの国内で作ってるペダルも弾いたりはしてたんですけど、あのおおってこうその先入観が一気にガラッと塗り替えられたペダルメーカーでもあったんで、はい、ちょっと今後も期待できそうな、ね、まあ、急いでショップに行かないとまたなくなっちゃうからね。いや、そうですよ、もうセカンドロット早く買いに行かないと